練習してんじゃないかなと思ってます、はい。最後にちょっとあの先ほどちょっと平本選手の通訳劇場がありましたけれども、ご覧になっていかがですか。あのなんか会場にいる皆さんが笑ってることにちょっと不思議というか違和感というか、そんな面白かったですか優しいですね皆さん、ありがとうございます。はい、続いて質問がございます方いらっしゃいますでしょうか。橋本さん。フリーライターの橋本です。平本選手に質問です。先ほどの、まあ、通訳の件がありましたけれども、意外にこう試合そのものに対する今回の試合そのものに対する言葉は少なかったんですけれども、それはどんな意図からでしょう。いや僕も本当かなりというかすごい強くなってるんで、斉藤選手の試合は言葉で説明しなくても試合内容で多分すごいタフな試合で素晴らしいものを見せれると思うんで、あの本当ファンの皆さんは純粋に試合を楽しみにしておいてもらえたら僕の KO 勝利を見せれると思います。なんか特にポイントとしてこう試合前どの辺を楽しみにしておいてほしいみたいなのってありますか。そうですね、まあ、オールラウンダーの斉藤選手で、まあ、僕が多分今までやってきた相手では多分間違いなく一番強い選手であって、だけど全く曲げる気がしないというか、それをまあ試合で見せます。ありがとうございます。すみません、それと平本選手と朝倉選手もなんですが、裁判、ネット上でこう裁判の話も出ていましたけども、っていう関係で、同じ大会のセミメインっていうのはファイターとして意識されるものでしょうか。まあ、これが新しい時代の格闘技スタイルなんですかね。まあ、僕は早くブレイキングダウンがぶっ潰れちまえばいいのにと思っております。朝倉選手いかがでしょう。意識はまあしてますよ。あの勝つようなことがあればね。でも絶対勝てないと思ってるんで、同じレベルじゃないと思ってるんで、まあ、今のところは別に眼中にない。あの、まあ、裁判の件でこうなんか同じ会場にいて気まずい、やりづらいみたいな、そんなにはないですか。あの彼カメラとかこういうたくさんの人の前になると頑張るけど、あの別に会場とかどこで出会っても目も合わせないやつなんで別に何も気にしないです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。他に質問ございます方いらっしゃいますでしょうか。挙手をお願いいたします。後ろにいらっしゃいますね。